はい、どうも矢沢です。今回はフォティックスさんから発売されているおすすめのライトスタンドをご紹介したいと思います。最後までご覧ください。はい、改めまして矢沢です。池太郎です。今回はフォティックスさんから発売されているおすすめのライトスタンドを池太郎君にプレゼンしたいと思います。プレゼント？いやいや、プレゼンです。プレゼンね。提案でございます。贈り物じゃないです。はあ、実はこれね、以前ですね、カメラ系の小物のね、アクセサリー店ごつい。そこで、ね、一回お店の方というかな、国内でフォティックスさん の代理店をやっている、会社さんがあるんですけれど、そちらのブースでご紹介してもらって、でその時は、便利そうだなと思ってたぐらいだったんですけど、最近ちょっと必要性が出てきまして、私購入しました。まあパッと見ね、何の変哲もない感じがしますよね。はい、そうですね。でちょっと持ってみます。重さはまあまああります。この辺のゴツさの重さがあるって感じ、ね、見た感じくらいなイメージ通りですよね。はい、で、まあ、これね三脚にも言えるんですけど、重さと安定性ってトレードオフの世界じゃないですか。はい、重ければ重いほど安定する。そうですね。でも、その分、ね、運ぶの大変、で軽ければ軽いほど運ぶの楽だけど安定しない、ちょっと不安っていうのがあるんですけど、はい、そのちょうどいい感じ。で私が普段選ぶ基準っていうのが、電車移動ができるってことなんですよ。あ、大事ですね。でこれギリな感じ。で今まで私何を使ったかというと、これなんですよ。これますますごっついですね。重っってことではないけど、そっちに比べて重い。でこれ足の長さ、これぐらい違います。こんな違うんですね。これ電車で運んでんだよ。狂気ですよ、これ。狂気ですよ。いや、ちゃんと安全を確保しながらですよ。でもやっぱでかいじゃない。で、足の長さ、まあこの分ね、そんなに違わないんですよ。まあ違っちゃ違うんだけど。足の長さはそうですけど。本体に比べれば、ね、そんな違わないぐらいじゃないですか。そうですね。で、これね、こっちの方、これ銀一さんから出てるやつで、これね、4メーター伸びるんです。おお、すごい。めちゃめちゃ高いです。で足もその分広がるんですよ。このぐらい。はいはい。あ、でもこのくらい広がると安定しそうですね。ね。で今、使ってるんで見せられないんですけど、私、プロフォトの、ジャンガサ、一番でかい165センチのディープってやつを使ってるんで、でかいでかい。もうめちゃくちゃでかいんですよ。はい、でそれを小さい三脚とかにしちゃうと倒れちゃう。でしかも自分はそのプロフォートのアンブレラを持っていくのって大体有名アイドルさんを撮るときなんで、そうするともう倒れたらもう大事故って怖い。私 のカメラマン生命がガチで終わるんで、それでこれ買ったんですよ。はい、でそれで、まあ、こういうふうに重りも下げられたりするんで、もう非常に安定するんでいいんですけど、ただ持ち運びは先ほど言ったみたいに大変なんです。そうですね。でさっき言ったフォティックスさんですね。はいはい、まあ、サイズ感だいぶ違うんですけど、これね、なんとこう開くんです。面白い。これ跳ね上げ式になってて、で小型なトラベル三脚とかでこの上にこう跳ね上がるやつ、っていうのは結構あるんですよ。あるんですけど、そういうやつって大体キャシャで、あ、ちょっと見るからにちょっと不安だなっていうのが多いんですけど、これね、そうじゃないんですよ。こうなるじゃないですか。はい、こういう風になるんですけど、結構ガッチリしてて広がるでしょ。あ、すごいすごい、安定してるの。そうですね。でこれは伸ばすと3メーター伸びます。まあ今画角に入らないんで、うちのこの天井が3メーター30あるんで、ほぼほぼ天井までいっちゃうぐらい高さ。すごい。でそうなってくると、やっぱ頭が不安定になってきますよね。でさっきほど広がらないですよね。でただこれで終わりじゃないんですよ。これペタンとなります。マジで。すげえ。あ、へえ。でこれ何がいいかっていうと、安定させるだけじゃなくて、例えばハウススタジオとか、なんなら民家のロケとか、お店のロケとか、そういった時にソファーの下とか、テーブルの下とかに足が入れられるんですよ。
そうそう、これたったのこれだけ、うん、の広がりで安定させられて、さらにこの上にあのカメラバッグとか置けば、ね、はい、より安定するんですよ、うん、でさらに言うと演者さんとかが通った時にここまたいでも引っかからないんですよ、うんうん、非常に場所を取らなくて安定する。あ、これでもすごいですね、画期的ですね。 すごいでしょう、うん、重さの対策もできるし、そうそう、うん、あのあ下、うん、足回りの危険もないし、そう、すごい、すごいんですよ。これでもペタンとなるとどうなんだろうと思ったけど、やっぱり安定しますよね。する、うん、すごいすごい。でこれがまあ平らじゃないところはさ、さっき言ったみたいにちょっと上げてあげて、うん、はい、従来のスタンドみたいに使ってあげればいい。こういう感じ。あ、うん、これはすごいですね、アイディアだな。でさらにね、これ私これ前から言ってるんですけど、うん、あのスタンド買うときにあのエアクッションが入ってるの買った方がいいよって。ああ、でエアクッション、エアクッションって分かります？分かんないですあのここカタッと落ちないです。だんだん落ちて、すげえすげえ。でこれ何がいいかっていうと、うん、あの安いやつってエアクッション入ってないんで、うん、いきなりスコーンと落ちちゃったりするんです、はいはい、そうするともうストロボだったり、うん、この上につけてるライトが何かしらの事故にあったりするわけです。そうですね、うん、で私はあのよくあの同調ストロボの真ん中に入っているモデリングライトってのがあるんですけど、うん、それを何度壊したか分かんないそう、そうなんだ、そういう失敗があるんだ。1個3000円するんですよ。1個3000円っていうことはそれいくつか買えばこれ買えちゃうんですよ、うん、そうですね、うん、で試しにまあ1個ストロボつけます。プロフォトのよいしょ B10X、はいはい、同じフォティックスさんから出ているこの65ですね、このボックス。じゃあこれ持ってもらって、はい、そこそこ重量、まあ、結構は重い、うん、重いでしょ。よいしょ、これを挿してもらっていいですか。はい、で今これをつけました、うん、でここにエアクッションがないとスコーンとこのまま落ちちゃうんですけど、うん、これちょっと緩めたまま、ほら、もうすげえ、この重さでもちゃんと効くんですね。効く、ほら、すごいすごい。だからね、慣れてない人がさ、うっかりさ手離しちゃったりとかさ、うん、してもさ、これが大丈夫なんです。すごいな、このぐらいの高さだ。でこれこの重さこの高さにしても大丈夫、こんななんだ、すごい。もっとこれ今普通のあれだけどピタンと刺しちゃうの、うん、でこの、あ、倒れる気がしないですね、うん、さらに荷物とか置いとけば、そうですね、ウェイト置いたりとかすればより安定するんですよ、うん、すげー。でこれもまたスコーンと、はい、ちょっと怖い、あ、全然平気だ、全然平気、うん、全然平気。すげー、いきなりガチャーンと落ちることはないっていうね、うん、結構これ重いですからね。 それでもちゃんと支えてくれてるのはすごいですね。でこれで終わりじゃない、もうまだある、すげえ、まだあるほんと通販のあれみたいになってきたね今度はあのしまう時ですね、うん、でさっきこうやってよいしょ、一体締めてこう上の方に跳ね上げるんですけど、はい、これ今1個だからちょっと現実味がないんですけど、うん、ここなんかはめるやつあるんですか。はいはい、穴が開いてますね。これね、うん、こっちがこう上がるんですけど、うん、これ複数をガッチャンコできる、うん、なるほど、へえ、面白い。スタンドって結局さ、うん、なんかごちゃ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 するじゃない、はいはい、それがこれではめ込めるんです、うん、あ、面白いですね、うん、確かにこれ電車の時楽ですよね、うん、一つ要は1個になりますからね。で部屋にね、うん、なんか収納しておく時も、ね、あ、そうですね、うん、ペコンペコンって入れられますもんね。そうそうそう、意外とスタンドってもうなんかスタンドバッグみたいなのあるんですけど、その中でもガチャ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 しちゃったりとかするんだけど、面白い、それみんなガッチャンコできちゃうんです。すげえ、ジョイントできちゃう、うん、でお値段はこれ1万9000いくらだったかな、正確なところ出しておきますけど、うん、さっきのこれよりは高いんですけど、技術さんの、うん、これよりは高いんですけど、でもなんか相対的に見てやっぱコンパクト、そうですね、うんうん、こっちはさっき見ましたけど車糸じゃないとちょっと厳しいかなっていうのがあるけど、うん、このサイズだったらカメラバッグに1本差しといても、そう、うん、
でさっき言ったみたいにくっつけとけば中でガチャガチャすることもないし、はい、で狭いところだったらあの下に入れ込めること、足入れ込めたりとか、うん、で重たいものだったら上に上と置くっていうことです、はい、うん、相当画期的なんですよ。そうですね、びっくりした、うん、まあそんなにスタンド知らないけど、うん、知らないけどこの足ぺったりなるの、ぺったりなるエアクション、うん、どれもすごいと思いますよね。エアクッションはね、その結構ついてるのあるんですけど、あ、そうなんで、でもペタになるのとかっていうのはあんまりないですね。あとジョイントするのってもなかなかないですね。なるほど。でまあ私スタンド買う時にいつも思うんですけど、三脚なんかでも言えるんだけどさ、あのカメラと違って長く使うエールでしょ、うんうん、そんなに頻繁にモデルチェンジするものもないしさ、モデルチェンジしたところでっていうのもあったりするんで、うん、やっぱりね、あのいいもの買った方がいいと思ってるんです。そうですよね、うん、重さとのトレードオフだったりするけど、これは結構ギリいけるかなっていうところと、うん、やっぱりね、あの直接事故につながるスタンドって、ああそれは一番怖いですよね、うんうん、なんかそこはやっぱり機材だけじゃなくて下手すりゃ人を怪我させちゃう可能性もあったりするからさ、うん、そういう点ではいいものって安定するものっていうところ。そうですね、うん、これなんか私は特に今おすすめですよ。すごいすごい、うん、でも確かに事故は一番怖いですね、うんうん、そんな人に怪我させたなんてわけには。言い忘れてましたけど、これ案件じゃありませんからねそう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 、フォティクスさんの商品だいぶ紹介してるんですけど、うん、一件も案件じゃないですから、ね、逆に言うと説得力あるでしょ、うん、ね、でもやあれですね、何度もあれしますけど、足がペタンとなるのはすごいな。すごいよ、ね、うん、だ安定の仕方っていうのが重さだけじゃないってことですよね。そう、足の使い方でまた変わりますから、うん、それでいうとこれは確かに画期的ですね。でこういうちょっとあの平たいタイプ、平打ちの平打ち面じゃないけどさ、うん、はいはい、こういう足だとその分あの収納がコンパクトになるんですよね、うん、でコンパクトになるトレードオフとしては今までやっぱり華奢だったんだけれども、はい、ペタンとすることによってそこの安定感につながっているっていう、うん、まあ、かなり画期的なスタンドになっております。はい、まあ、そんな感じで今回はフォティックスさんから発売されているファダット300ご紹介いたしました。概要欄からね、販売ページの方に貼っておきますので、よかったらそちらの方を見ていただければと思います、はい、この情報参考になったかという方はぜひ、ね、高評価ボタンとチャンネル登録がまだの方はこういった商品紹介時々やっておきますので、うん、ぜひ見ていただきたいのと、まあ、今日聞き役になってくれた慶太郎君も、はい、あの YouTube やっておりますので、そちらの方も見ていただければと思います、うん、はい、であとは Twitter ね、うん、インスタやっております。そちらも見ていただきたいのと、はい、私からチャンネルやっておりますので、うん告知が長いそちらもぜひチェックしていただけますとありがたいです、はい、以上でした。はい、慶太郎でした。